逆にさ、ネタにしてほしいみたいな人いるじゃん。わがはいとかさ、やっぱ普通の人より背ちっちゃいけど、なんかそういうのを別にいじられても全く気にしないし、むしろいじってくれてもああありがとうって感じちゃうから。でもそういう人と違くて、やっぱり自分が小さくてすごい本気で気にしてるみたいな子もいるから、なんかあんまり見た目でいじるのよくないわ。お前ら角でかいとか言ってくんな、カス。やっぱさ、人選ぶわ。なんか、うわ、お姉さんに、おちびちゃんとか言われてみてー。もう、バチコリお姉さんに、おちびちゃん、どうしたの？こっちに置いて、みたいな。言われてー。お前らがね、全員お姉様だったらよかったのにね。うん、ASMR 作品の影響を受けすぎ。じゃあお前さ、オタクに優しいギャルはさ、オタクに優しいんじゃなくてさ、誰にでも優しいギャルだってさ、正論言っちゃうよ。今のは痛かったぞ。いや、そうなんだよ。オタクに優しいギャルはいるんだけど、オタクにだけ優しい、かっこ俺だけ優しいギャルいないからな。結局。悲しい現実だよ。ね、おしっこ行きたいから配信やめようか。美味しそうな人間がいっぱいいるなぁ。かぁ。